じやばいよね本当に勉強 しなきゃ気使ってひらがな使いますって、気使ってひらがな使いますありがとう。審査員さんが来た時難しい漢字使わないようにしてよかったって、待ってそんな配慮してくれてたの、ありがとう柑橘くん。のんちゃんの X ひらがなだけで読みづらいですのんちゃんちなみに X だけじゃなくてもね、ひらがなでもかわいい本当にAKB 三昧さん、でさゆみちゃんありがとう。ピエンちゃん、ピエンちゃん、あみちゃんありがとう。ピエンちゃん来てくれて、ゆうちゃんかな、頑張ってなってありがとう。 AKB 三昧さん今日もかわいいねなあって嬉しい。バブル時代は結婚披露宴のカラオケの定番曲だった乾杯って、え、そうなんだ。今なんだろうね、結婚披露宴の定番曲はなんだろう、あれじゃない、バタフライ今日は今までのどんな君より美しいじゃないの、違うかな。仕事まだ、えちゃんまだお仕事だったの、ありがとうね。ファイトもありがとう、えちゃんがファイトだよ、頑張ってね、ありがとうえちゃん。バレたって、ゆうちゃんバレてるよ。のんちゃんにひらがな読みづらいよって言ったら日本人だろお前って言われました、ピエ面白いもう戦いがないのはいいなって、いや本当になんか、うん、本当なんかこんなこと言ったらあれだけど、争い事が苦手すぎて、なんか本当に平和、平和が一番だよって思いながら、でもね、まあしょうがないことなんだけど、本当にまあそんなんだろう、絶対全員で合格っていうのはさ、まあ無理な話じゃん。だって受け、そもそもね、何人受けたのか、だって書類でさダメだったとかいう方もいるし、だからそもそも募集、あの応募が何人あったのか分かんないけど、応募の時点で全員はい合格ですっていうのってさ、まあできない話だけどさ、そんな、なんだろうね、なんかこうやって戦ったりねするのもさ、あの何、まあ確かに誰かが合格して誰かが落ちちゃうっていうのはあるし、私もその何、あの予選からね、みんなのおかげでここまで来れたっていうのもあるし、うん、本当に争い事でも本当にね、よ、もうみんなのおかげです、本当ここまで来れたのはありがとうございます。本当審査員さんにも大感謝です。今日夢にあみちゃん出てきた、朝ごはん作ってくれたって、わあ本当に嬉しい、私が夢に出てきた、結婚か、僕にはほど遠い言葉やなって、嬉しい、夢に出てきてくれたの。俺の友達の最近の結婚式は愛の形とダーリンだったって、うーんねえダーリン、ねえダーリン、結婚式といえばワンオクの、え、え、なんて読むの、ワンオクわかんない私、おいでシャンプーもあったって、え、おいでシャンプーもおいでシャンプーもあったの、え、私なんか、私さお友達の結婚式行ったことあるけどさ、なんかそんなにあの出し物みたいなのなかったんだけど、全くやりたかったのにあとはアミシダユス、アミちゃん優しすぎるなって、披露宴はお呼ばれ専門です私はって、え、でも私もお友達とあといとこの結婚式も行ったな、結構前だけど、へそを見せないアミ
タカモットの可愛さで寄せ付けなかった1位ですもんねってショールーム資本主義資本主義フレアさん2回目ありがとうございます。新郎と何人かでおいでシャンプーを踊らされた楽しそう、いいな、いいな、いいな、いいね。おい、ゆうせいくん、久しぶり。お疲れ様でした。ありがとう。ありがとうね。キャムさん、来てくれてありがとう。最近は結婚式あげない人も多いんじゃないって。確かにそうだね。確かにね。そうだね。ハロー。ハロー。来てくれてありがとうございます。いや、でも本当によかった。もうみんな。ちょっとお絵描きがまだ追いつけてなくて、もう明日明後日までには絶対描き終えますので、少々お待ちくださいませ。X わからないからプロフィール画像見えるって。 X?プロフィール画像見えるよ。あ、見えた。あ、ほんとだ。リリーちゃん、ありがとう。待って、嬉しすぎる。リリーちゃん、スクショした。え、ありがとう、ほんとに。リリーちゃん、ありがとう、ありがとう、嬉しい、ほんとにありがとうね。結婚式の値段聞くと引くよって。時間あるときでいいよ。ありがとう。まあ、アミちゃん以外いないし、アミちゃんしかないよなって。ゆうちゃん嬉しい。ヘロヘロちゃん、アミちゃんズありがとう。アミちゃんは結婚式をあげたい派って。どうだろう。あげたい。わかんない。あげたい派なのかな。あげたい派かも。でも、ともちゃん、天才アミちゃん、ありがとう。合宿クリアしたら TIFF 決定かなって。そう、合宿クリアできたら、そう、少々お待ちくださいしょう。アミちゃんで36人目って。なおさら早く最終結果が知りたいわって。もう頑張ります。初訪問の方もこんにちは。キチさん、こんにちは。来てくれてありがとうございます。高本亜美です。TIFF でデビューイベントに参加させていただいてます。よかったら覚えてくださると嬉しいです。待って、やばい、今日ぬいぐるみがない。ぬいぐるみがない。毎日ぬいぐるみと一緒に配信してます。おたてんさん、来てくれてありがとうございます。みんなありがとう。夜更かし配信だ。ありがとうね、ほんと。俺がぬいぐるみになろうかってなってくれる結婚式は女の子の一番の晴れ舞台だって言うからねって。確かにそうだね。合宿ってどんなことやるのかな。歌とダンスって。多分歌とダンスだと思う。多分ね、まだわかんないんだけど。まあでも歌とダンスだよね、多分ね。ちょっと待って、この子にしよう。ぬいぐるみ持ってきてやーって持ってきました。モップくんにしたよ。あ、ロックもアミちゃんズになった。ありがとう。37人目、ありがとう。ほんと今月もね、6月に入りました。今月もね、皆さんたくさんよろしくお願いします。毎日ね、配信は変わらずこれからも続けていくので、よかったらぜひたくさんお話ししてくださると嬉しいです。松高さん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。
みんな眠いよね、大丈夫？眠い中ありがとう来てくれて、拍手ってありがとう。あ、松高さんフォローありがとうございます。これからよろしくお願いします。響くん流れ星ありがとう。キラキラ光る響くん星ありがとう。まだ眠くない、本当よかった。ポンちゃん、ありがとう。みんな本当に、でもいい結果になれて、本当にひとまずね、ひとまずいい結果になれて本当に良かったです。ありがとうございます。今さっきお仕事終わったばっかり。お疲れ様、本当にお疲れ様だよ。これからは時間を気にすることなく配信していいんだねって。そう、時間制限がないから、もう何時間でも何時間でもお話できちゃいます。かんきちくん、あみちゃんになった、ありがとう。くものじゅうざちゃん、お花ありがとう、嬉しい、ありがとう。なんかアイテムがさ、リニューアルしてるんだけど。12時から知り合いの大きな会、大会が近いから練習付き合わないといけない。あ、そうなんだね、じゃあ忙しい。12時から、そっかそっか。ヘタレライザーさん来てくれてありがとうございます。なんかさ、こういうお祝いにぴったりな曲ないかな。お祝いにぴったりな曲ない？案ください。こういう時にぴったりの曲って何？おめでとう、君が生まれたこの日じゃないか。そういうお誕生日だもんな。お祝いにぴったりな曲。なんだろう、やばい、なんかさっき犬のおまわりさんのお話してて、犬のおまわりさんしか思い浮かばないんだけど、どうしよう犬のおまわりさんしか思いつかないSKE さんのバンザイヴィーナス、わかるかな、わかるかな、バンザイヴィーナス、わかるか、危うい。みんなが知ってそうな曲で、案ください。俺はもう通過したから、12月の SJCS に向けて適当に知り合いに付き合って練習するだけ。あ、そうなんだね、ポンちゃん頑張ってね。もうわらわらわらバンザイヴィーナス、バンザイ、あ、吉田ちゃんラブレターありがとう。なんかないかな、ちょっと今ね曲探してます、すみません。おはようのオーディションして、髪型もバッチリ OK、 気分
曜日も頑張らなくちゃ、だって2日会えないからね。あなたがここにいて抱きしめることができるなら、私も他に何もいらない。乾杯があればなって長渕さんの乾杯があればなってなかったよ。セルフ希望来ました、吉田ちゃんから。いつも来てくれて嬉しいわチャンスの順番とか365歩のマーチ待って待って、ちょっとさ全然わかんない。おめでとう的な曲、そう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 。あ、幸せは歩いてこないってやつ。にゃーってリリーちゃん、にゃー。ミワさんはおめでとう的な感じに向いてないもんねって。チャンスの順番いいねって。365分のマーチ、それ、あ、これね、輪になって踊ろう。あ、確かに、確かに輪になって踊ろう。あ、すぐるくん来てくれてありがとう。その辺ね、その辺ねとか言って全然違うわ。ちょっと待ってちょっと待ってよ。確かに、え、全然関係なくてもいい全然関係なくてもいい。てか普通にさ調べればいいんだ。ちょっとじゃあ Google 先生に聞いてみんね、お祝いの曲。すぐるくん、天才あみちゃん、ありがとう。審査員さん特別賞おめでとう。ありがとう、すぐるくん。生き物係のありがとうとか、確かに、生き物係さんのありがとう、いいね。確かに。ん?ってリリーちゃん。リリーちゃん?なんか、いい曲ないかなって思って、Google 先生に聞いてみたいと思います。もう大信頼してるからね。アレクサね、持ってないよ。アレクサ持ってない。なんでもいいよって、かんきちくん。ありがとう。なおきくん、あみちゃんの歌いたいので、ありがとう。オッケー、グーグルって。シリに聞きたいところなんだけどさ。携帯1台しか持ってないものでね。アレクサってどうなの実際。アレクサって実際どうなの。便利な世の中になったね、本当に。こんばんは、ジュノンボーイス挑戦中さん、しなんて読むんだ、下の内さんで合ってる。ありがとうございます、来てください。下の内さん来てくれてありがとうございます。たかちゃん、天才あみちゃん、ありがとう。花花の、あーよかったわって、あーよかった、やばい、ちょっとおめでとうあみちゃん、よかった。たかちゃん、ありがとう。上を向いて歩こう、確かいいね。上を向いて歩こう、涙がこぼれないように思い出す、ラララな、ひとりぼっちの夜、ひとりぼっちの夜。え、これって悲しい曲なの、ひとりぼっちの夜。はぁ、
なるほどね、なるほどね。すごいわ、グーグル先生やっぱり。3月9日、3月9日とか出てきた。最近はゲーミーニーに頼ってる。じゃあ、あ、なんかさ、なんか TikTok の広告で回ってきたわ。タカちゃんハートありがとう。アミちゃんの尻に敷かれたい。大原桜子ちゃんの瞳いいんじゃないって。わ、待って、大好き。待って、大原桜子ちゃんいいな、めっちゃ。便利な世の中、アミちゃん何歳って。いや、ほんとに、でも私、ガラケー通ったよ、ちゃんと。ちゃんととか言って。ガラケー通ったよ。ガラケーを持ってた時代あるよ、私。涙サプライズだって、あと。アレクサはね、魔法だよって。アレクサ魔法？え、アレクサ、電気を消して、電気をつけて、とかやったらさ、消してくれたりつけてくれたりするんでしょ？めっちゃ便利じゃん。私結構なんか、そんなに、ベッドに寝転がってから、電気を、わ、やばい、電気消したいのにと思って、起き上がんないといけない動作が結構ね、うわーって思う時あって、そのまま寝ちゃう時たまにあんの。めちゃくちゃ部屋狭いし、家狭いし、短距離なんだけど起き上がるっていう動作がどうしてもできなくて、そんな時にアレクサがいたらなって思うよね。あ、ギブミーファイブとかめっちゃいいじゃん。青春サブリミナル、確かに青春サブリミナル。ギンガムチェックね。桜の木になろうは、でもあれだよね、卒業だよね。ポニーテールとシュシュ。まこちゃん審査員特別賞おめでとう、ありがとう。GPT に何曲か教えてもらいました。あ、チャット GPT ね。チャット GPT は、学校の宿題とかでお世話になった。学校の宿題でお世話になった。あ、歳いっちゃダメだったって、リリーちゃん。確かに、歳 NG だもんね。わ、待って。小山くん、確かに。月ちゃんめっちゃ好き。天才だよね、ほんと。ライトくんおめでとう、ありがとう。君を泣かすかな、だから一緒にはいれないなってやつでしょ。人間だからね、ただねね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 。あ、ゼミニって読むのか。ゼミニ。それいい？ボレミトちゃん。どんな感じ？3月9日って卒業式、今日は卒業式ってね、卒業式みたいになっちゃうね。桜の木になろうもさ、そうだよね。永遠の桜の木になろうだよね。そう、僕はここから動かないよ。あー、みなさぶって訳すんだ。みなさぶ、シリとシリをかけたのにあっさり流されたって。嘘、待って、竹本ちゃん嘘、流された。あ、そういうことね。アミちゃんのシリに敷かれたいって、そういうことね。あ、面白い。待って、小山くんありがとう、いっぱい。アミちゃんがガラケーって幼稚園の頃って、いや、小学校3年生ぐらいの時かな。チャット GPT 導入する方からするとめちゃくちゃ大変なので嫌いでしたけど便利だよねって。いや、本当に本当にめっちゃ便利。リモコン付き LED 照明にしようって、したいなー、したいなー。イノタン2回目ありがとう、フォローありがとう。イノタン、ヒラくんこんばんは。今日めっちゃ元気だね、かわいいって。嘘、今日元気、いつだって元気だよ、私いつだって元気だよ。ヒラくんお疲れ様です、ありがとう。よしくんこんばんは、来てくれてありがとう。学校の宿題に使っちゃダメでしょうって。
ね、だバレなかった。だからすごいんだなって思って、チャット GPT って。ひろくん、お花ありがとう。音符もありがとう。それなりに、ゼミにはいいよって。え、そうなんだ。ちょっと私も試してみます。ギブミーファイブも卒業式の曲だよねって。確かに。なんか誰もいない教室みたいな歌詞あるよね。ひろくん、だるまありがとう。古田さん、初訪問ありがとうございます。リリーちゃん、ありがとう。本当にね、みんなのおかげで合宿に行くことができます。今月末、嬉しい。本当にチャット GPT を使えてる人はほとんどいないから、バレないバレないって。そうなんだ。え、でもなんか、そう、なんだろう、私がこんなにも完璧な文章を書けるわけないでしょうって言われた先生に先生、学校の先生に、なんかどうしたのみたいな、なんか絶対なんかあのコピペでしょみたいな言われたの。ヨーマイクさん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。大原さくらこちゃんにします。ピーヒャラピーヒャラパッパパラパーピーヒャラピーヒャラ。お、これにします。みんなにありがとうの気持ちを込めてこの曲にします。先生にバレたのってね、ちょっとちょいバレした。ちょいバレ、適当に GPT 開くとアバウトな回答しかよこさないからねって先生鋭い、先生鋭い。本当に瞳かなって、瞳がいい、瞳にしようか、瞳の方がいいかな、瞳にしようか。バレるんですね、皆さんも注意ですって。いや本当に待って、やばい。ちょっとさ、このさ、携帯固定してるさ、三脚が壊れてきたんだけど。瞳にしよう。おっと、口が滑ったポンちゃんトミーちゃん、柑橘区決まった、決まった。すいません、ほんと遅くなりすみません。大原さくらこちゃんの瞳、この曲めっちゃね、あの感動するから、ほんといっぱい聴いてくださいあ、好きな人さん来てくれてありがとう。決勝ありがとうございましたっていう気持ちを込めて歌います。最後の1秒まで集めたこの思い、積み重ねてきた毎日は君のこと裏切らない。笑顔だって笑顔だって
をプレゼントしてってことって感激しかない。いや買います、ちゃんと買います、頑張って買います。コメリ歌配信で寝落ちしないようにねって分かった。いやみんながね、それは私が寝落ちすることはないから。リリーちゃん音波ありがとう、響くん音波ありがとう、トミーちゃんキラキラ光る、トミーちゃん私ありがとう、響くん音波ありがとう、リリーちゃんも音波ありがとう、直樹くんダムカありがとう、ポンちゃん音波ありがとう、いっぱいありがとう、リリーちゃんもトミーちゃんもポンちゃんも。元カノがよく歌ってたな、やばい思い出しちゃう、嬉しい拍手ありがとう、直樹くん。ロックマンこんばんは、寝顔も見てみたいって、寝顔アミちゃんの歌声いいよ、嬉しい。アマゾンの欲しいものリストに入れたら誰かが買ってくれるよっていやいやいや、私は欲しいものリストを作らない夜にやっていこうと思うよ。まさひろさん、いつもありがとう。竹本ちゃん、かわいい、嬉しい。別のおしちゃんも配信中にたまに寝落ちしてたって、嘘、本当？まあでもガチーブじゃなかったら確かに。おすぎさん、いつもありがとう。あ、確かにポンちゃんもう4分前だよ、頑張ってね、ポンちゃん。 PC 立ち上げて、でも宇宙一可愛いミヤホーって、やばい、これ元メンバーの生誕 T シャツ着てる、もうなんか部屋着にしてんだよね最近、サイズ感が良くてさ1枚で着れるから、下にズボンを履かなくても1枚でワンピースみたいに着れる T シャツ、オーバーサイズだからめっちゃ愛用してる、ありがたい。嬉しい、ハーフィンちゃん、天才おじちゃん、こんばんはみちゃん、ありがとう。ちょっと音大きかったごめんね、音大きかったごめんね、 BGM が大きかったかな、すみません。ロックマン、そうなんかさ、私そういう T シャツを1枚だけオーバーサイズで、1枚で下スカートとかズボンとか履かなくても大丈夫なようなワンピースみたいに着れる T シャツ、めっちゃ楽だから、家の中ではいつもそんな感じ。おやまーくん音符ありがとう、竹本ちゃんハートありがとう、リリーちゃんパチパチ拍手ありがとう、ありがとうございます。 BGM が大きくてもちゃんと受け止めるよってありがとうロックマン、ありがとうね。ということでね、1時間が経ちました。本当にあっという間すぎる、本当。カレシャツって、カレシャツ女の子のダボティー可愛いよねって、本当？そう、めっちゃ楽だから、そういう 服装っていうか、これで外出たりはあんましないんだけど、家の中で部屋着として、あの家帰ってきたら洋服から T シャツ1枚にパッて着替えて、そしたらなんかもう何、もしさなんか大事な洋服とかにさ、いやこれも大事なんだけど、この T シャツも大事だけど、大事な洋服とかでね、あの家の中だからこのまま寝ちゃってもいいように。タクミング天才アミちゃんありがとう、おギリギリアミちゃん図になってるわって、ロックマンありがとう、りょうたくん2回目ありがとうございます、こんばんは。ということで最後ね、もうそろそろスクショタイムに行きたいと思います。
よかったらぜひスクショしてくださると嬉しいです。本当にね、決勝本当にありがとうございました。明日はもうちょっと長めに配信できると思うので、もうちょっと時間早めに長めに配信できるので、よかったらぜひ見に来てくださると嬉しいです。やっぱりキョロちゃんの BGM 癒されるってね、キョロちゃんの BGM 安定だよね、ほんと。ということでお願いします。スクショタイム、よーいスタート。決勝お疲れ様、ありがとうヨシ君。シンシンこんばんみちゃん、ありがとうシンシン。モップくんだって、タクミング、そうだよモップくん。カシャカシャお願いします。わー、だるまありがとうございます。合宿審査頑張れ、ありがとう、頑張ります。あ、ポップアルバンちゃんこんばんは、ありがとう。いやん、かわいい、嬉しい、トミーちゃんありがとう。あ、ヒロデポラミちゃんとなった、ありがとう。なりくんこんばんは、ありがとう。最後一曲流して終わりたいと思います。今日も配信ありがとうございました。最後一曲流して、壇上読んで、じゃんけんして終わるよ。いきます。ありがとうね、みんな。あみちゃんの39人目、嬉しい、本当。今月も100人いけるよう頑張ります。知ってるかな、この曲。真夜中でこんな可愛いのはあみちゃんぐらいだね、嬉しい響きくん。確かに真夜中だもんね。この曲知ってるかな。伝えたよ大きなサンキュー、君に出会えてよかった。こんな私だけどよろしくね、宇宙で一番好きだよ。ハムと光か。ちょっと久しぶりにハムと光も流したいな、また明日以降。この頃ずっと憂鬱だったんだ。でもそんな時、君の笑顔で何かが変わった気がするよ。どんなヒーローも君にはかなわない。でもそんな君もきっとどこかで夢に向かって走っている。離れていても並んでいてもちゃんと繋がってる。感謝の気持ち、信じる気持ち、見えないパワー感じてるよ。伝えたよ大きなサンキュー、君に出会えてよかった。こんな私だけどよろしく、確かなサンキュー、最強の魔法の言葉、それは幸せのためなんだ、君に届けこのサンキュー、ありがとう。ゆりちゃんダメか、ありがとう。ゆうだいくん気持ちいい。
んちゃん、天才アミちゃん、ありがとう。こんにちは、おやまくん、ペンライトありがとう。ゆたかくん、パチパチ。せようちゃん、音符ありがとう。ゆうだいくん、ハートもありがとう。またパチパチも弾幕もありがとうございます。あ、うなぎまんちゃん、ハートもありがとう、ありがとう。サンキュー、サンキューって、いや本当にみんなにね、ありがとうの気持ちで今日もね、ありがとうございました。配信、そして審査員さん、特別賞もいただけたのもみんなのおかげです。本当にありがとうございます。合宿に向けてね、1ヶ月弱なんですけど、残りもっともっと成長できるように、残り短い期間ですが頑張ります。精一杯頑張ります。ただ、でも配信は毎日続けていくので、よかったらぜひこれからもお話ししてくださると嬉しいです。そして今月末のね、合宿も配信されてるので、ぜひぜひ見守っててもらって、神頼みも神社にも行ってくださったらもっと嬉しいです。合宿頑張ってね、ありがとう。よしくん、みーちゃん合宿頑張って、ありがとう。リリーちゃん応援してますね。関野くんもありがとう、ありがとう。ということで、壇上読ませていただきたいと思います。本日のライブランキングいきます。第13位、竹本くん。12位、もくもくちゃん。11位、かずくん。10位、吉田ちゃん。9位、としきくん。8位、ひびきくん。7位、うなぎまんちゃん。6位、みくぼちゃん。5位、おやまーくん。4位、りりちゃん。3位、えちゃん。2位、とみーちゃん。1位、ぽんちゃん。ありがとう、じゃあ、ありがとう。合宿いつだっけって、28、29、30です。合宿気をつけていってらっしゃい、ありがとう。はいって、ありがとう。久しぶりに芸能神社行ってこようってね、もう行きます。花園神社と芸能神社ってあとどこがあるんだろう、ちょっと調べていこう。はいって、リリちゃんありがとう。パチ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 、皆様パチパチ、皆さんパチパチ、応援してくださって皆様拍手ありがとう。合宿で疲れが溜まった時は筋肉痛を和らげる風邪薬を早めに飲むと体力回復するから、風邪薬持ってってねって。ありがとう竹本ちゃん、ありがとうね、持っていく、ありがとう。頑張ります、本当にありがとうございました。そしてお絵描きもね、まだまだ途中なので、待っててください。決勝分のお絵描きも待っててください。あみちゃん本当におめでとう。まくまくちゃんもありがとうね、ありがとう。近所の神社はひぶせの神様だから関係あるかなって。いやでもね、どんな神社でも関係あるよ。食事、睡眠、息抜きを忘れなく、お休みって。むっちゃんありがとう。でもね、今週ね、ディズニー行くんだ。息抜き。息抜きというか、ディズニーまた行くんかいって感じなんだけど、ディズニー行ってくる。今週、ディズニー行くんだ。楽しみ。愛宕神社ねって、愛宕神社ね。確かに愛宕神社って、愛宕神社っていろんなところあるよね。リリーちゃんありがとう。合宿はみんなに合わせないといけないから体力勝負だよって。いや本当に体力勝負だよね。もう体力つけれるように、だから体力つけれるように、お仕事の後に絶対レッスン入れて、その後配信してっていうのをやるように毎日します。ディズニーも行ってらっしゃい、ありがとう。ディズニー楽しみだねって、楽しみ。 C に行ってくるよ、ありがとう。ということで、最後にじゃんけん行きたいと思います。今日のじゃんけん行くよ、みんな行くよ。今日のじゃんけん何出そうかな。さ、こういうやつよくやってなかった、何出そうかなみたいな。
アミちゃん毎日10キロ走るって。いや走りたいんだけど、走りたいんだけどさ、走りたいんだけどなかなかね、なんかあんま外とかあんま走ったことないからさ、あの確かに走んないとだね、確かにね。でも本当は朝走りたいんだけど、なかなか朝走るっていうのができなくて、夜中ね、夜中とか走りたいね、確かに。頑張ります。疲れが溜まったなと思ったら風邪薬飲んで寝てね。ありがとう。後ろから軽トラでペースカーやりますよもう大会じゃんそれもうお疲れ様、ありがとう。待って、じゃんけんもう行くよ、行くよ行くよ行くよ。夜道は気をつけて。ありがとう、ありがとう、気をつけます。みんなもね、みんなも気をつけて。明日も、明日的な今日も頑張りましょう。行くよ、じゃんけん行きます。せーの、高本亜美ちゃん、じゃんけん、じゃんけん、せーの、パー。今日はパーでした。本当にありがとうございました。特別賞おめでとう、ありがとう。合宿おめでとう、ありがとう。みんな本当にみんなのおかげです。アイコ勝った、アイコおやすみなさい、勝った、勝った。お、みんなありがとうございました。今日もありがとうね、ゆっくり寝てください。おやすみなさい、ありがとう、おめでとう、ありがとう。寝てる時に出る成長ホルモンで体を回復するからねって。そうだね、ほんと、ね、寝てねみんな。あみちゃんおめでとう、ありがとう。今日もあいこありがとう。おやすみなさい、せよちゃん。3日連続負けてる。好きっつーの、好きっつーの、好きになっちゃダメっつーの。とみちゃん好き、配信ありがとう、休み。またね、またね、また明日ね、また明日的な今日も配信します。ありがとうございました。おやすみなさい、みんなおやすみ。おめでとう、ありがとう。またね、おやすみ。今日のじゃんけんはパーでした。ありがとうございました。ありがとう、みんなおやすみなさい。本当にありがとうね。